自信はマッスルのごとく。レシピの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうやって一つの質問で自信までにたどり着く。自信はそもそも何でしょうか。まあ前に言ったんですけれども、それはマッスルのものですね。つまり筋肉のものですね。昔ながら僕はもう自信もなくて、対人恐怖症で内向でものすごくいじめられた、まあ、15年間以上でいじめられたから、自信とかはもう全然なかったというの話なんですけれども、でも自分は本当にこう自己啓発を始まった頃、まあいろんなものを調べた、いろんな本を読んでた。そしてリングラッシュ王子からのミレニアルズマインドセットですね、億万長者のマインドセットですね、まあこういう本を読んで、でそこの本でいろんなテクニックが書いてあって、でそのテクニックはちょっとみんな紹介したいと思います。それはあなたは今テクニックをやりたいなら、あの今は何かすると、最初のステップは、まあ一つの紙を手に持ってください。一枚の紙を手に持ってください。またはもし紙とかなかったら、自分のパソコンとかで Excel とかを使った方がもいいです。でその紙を取ったら、今は2番ステップで、あなたは何か良いか、何かね、かっこいいとか、何かハンサムとか、何かかわいいとか、あの自分に尊敬を持つのものを書きください。もうザザザザザって20個ぐらい書いてください。でもそれは自分に押し付けないで、あくまで本当に真実を書くことはポイントです。そして3番ステップは、それを 毎日に繰り返す。まあこれは結構難しいですね。毎日に繰り返して、かつ1週間1日は全てを1回こうね、全てを復習するというか、全てを読み上げる。だからこのだんだん自分の自信にもつながるというようなことですけれども、でも毎日それすると結構難しい。特にもう何も見つからないって思うんじゃん。だからあのステータスエクササイズというエクササイズがあって、そのステータスエクササイズをやると、もしあの今は知らなかったら、あの後ほどでこのステータスエクササイズについての動画をアップロードしますので、ご安心ください。もしあの今そのステータスエクササイズを知りたいなら、まあ、トニー・ロビンスのステータスエクササイズをあの調べていただいたら、そこにもそのステータスエクササイズはすぐに出るので、あのそこにも参考になるだと思います。ではそのステータスエクササイズするから、自分がもっともっともっと毎日1個でもいいし、あとはだんだん見つける、まあ、バン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 見つけるから、ものすごくこれは自信につながる。自分の自信につながる。で、自信はどうしてが必要かというと、みんなの億万長者、メリーチャン・ブレンソンとか、イーロン・マスクは昔は自信も全くなくて、病気もあったんです、もあったんですけれども、でもそれを乗り越えたはやっぱり自信で、その自信は大体、まあ、筋肉のように毎日毎日鍛えて、だからそれをすごく大きくと、すごく硬くになったからこそ、その自信は彼の成功につながったわけです。だから僕はにもあなたを成功させたいということだから、自信をちゃんと鍛えるのはポイントです。ではレシピの皆さん、どこからは僕は全ての自己啓発などの、あの情報を持っているかというと、それは自分が自殺未遂になった時に自分のコーチを見つかったからです。そのコーチはいろいろ情報を与えて、その情報によって僕は今のいろんな人を助けてあげます。もしあなたは今結構の、まあ、自己対人恐怖症者とか内向の人だったり、まあそのすごく悩みを抱えている時に、まあ、相談に乗る人はなかなかなくて、でその僕はその相談のものはいかがでしょうか。もしその相談僕を乗りたかったら、下の概要欄であの自分のウェブサイトのリンクを貼ってあるので、そこにもクリックして、または自分の個人メッセージにも良いです。そしてレシピの皆さん、僕はあのもしあなたはまあ結構対人恐怖症とか結構抱えてるんだったら、あのこちらの動画でその対人恐怖症対策課が書いてあるので、そこにもご覧になってください。
で、シェイプの皆さん、僕はこの動画を毎日を投稿しますので、だから明日の次の動画なんですけれども、5つのステップの自信につながる5つのステップを本当にこうね、まっしぐらに行くというのをですね、もうだんだんだんこの長くその自信につなぐというのことですね。すごくまあ、末長いの自信につなぐの5つのステップですね。で、そのステップなんですけれども、は明日の動画にちゃんと説明しますので、もしよかったら、まあ、その動画を見たかったら登録ボタン、また通信ボタンを押してください。そしてその動画はもし気に入ったら高評価もお願いいたします。そして自分の友達にもちゃんとシェアしてください。自分のものは配りは世話、つまりシェアはケアですね。だからその友達にも世話して、ちゃんとその動画にもシェアしてください。今はこのチャンネルでいろんな動画を上げていますので、だいたい対人恐怖症者向けや自己啓発など、またはビジネス、特に Facebook マーケティングなどを取り上げるので、もしよかったらその動画もその間にもご覧はいかがでしょうか。では次の動画に会いましょう。